はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これ生ビール。生ビール、雨のち太陽の、雨のち太陽ベルジャンの白。意味がわからない。グランドキリンシリーズですね。あ、これグランドキリンシリーズなんだ。数量限定。雨のち太陽ベルジャンの白。わけがわからない。原材料が、麦芽、かっこ、大麦麦芽と小麦麦芽と、ホップとオレンジピールと、コリアンダーシード。アルコール度数 5.5%。麦芽やホップなどの成分により、濁りが生じることがありますが、品質には問題ありません。これ、キリンですね。グランドキリンシリーズか。爽やかで飲みやすい味わいと、華やかなオレンジピールの余韻を楽しめるベルジャンホワイトタイプです。と書いてあります。ベルジャンホワイト。白ビールってことかな。白ビールということかな。はい。乾杯。ああ、これ、あれだ。柑橘系の香りがする。うん。ああ、オレンジの、オレンジジュースの香りがする。なんか、ビールとオレンジジュースをちょっと混ぜたような。ビールが9に対してオレンジジュース1ぐらい入れたような感じですね。そんな感じ。で、コクがほとんどない。で、さっぱりしてる。うん。実にさっぱりとした、こう、夏を飲みたい。夏に飲みたい。ね、こう、口の中が爽やかになる。まあでも、簡単に言ってしまえば、これ、ペールエールの薄めたような、ペールエールと炭酸水を1対1で、割ったようなすごい、なんか薄い感じですね。薄さがあるな。うん。コクがなくて、薄い感じのペールエール。グランドキリンシリーズ。華やかなオレンジピールの余韻、ふくよかな香りのベルジャンホワイトタイプ。うん、香りは確かに強いかな。こちらは全国のコンビニエンスストア、スーパー、量販店で発売。この商品の製造は終了しましたという。もう終わってるというね。終わってしまっている。コリアンダーシードの複雑な奥行きとオレンジピールの華やかな味わい。爽やかな味わい、華やかな余韻が楽しめる。ベルジャンホワイトタイプのビールです。まあ、グランドキリンシリーズは、あれだね。無駄に高い。値段高いんだよ。
まあでもこれ夏だったら、夏、暑い日に飲みたいビールですかね。これはね。うん。これは、さっぱりとしてて、コクがまるでないんだけど、香りが実に立つ。ね、香りが実に強く。まあ、ペールエールのパクリみたいなもんなんで、ほとんどペールエールに似た味すんだけど、ペールエールよりはるかにコクがないんだよね。うん、ペールエールの方が、どしっとくるんだけど、これは実に軽やかな味わいで。うん。さっぱりとした、風味を楽しめる。まあだけど、グランドキリンは基本的になんか高いんで、買わないようにしてるんだけど。無駄に高かったりするから。うん。あ、でもあれだね。最近瓶のやつのやめたみたいだね。グランドキリン瓶じゃなくて缶になったらしいな。多分あれだろ。瓶代がもったいないってことだな。ほんとに。無駄に瓶のさ、方がさ、だって、あれだぜ。リターナブル瓶じゃないんだぜ。ワンウェイ瓶だぜ。いわゆる一回で捨てる。やつなのに、それをさ、わざわざ使ってさ、なんか高級感を醸し出してるんだけど、ぶっちゃけ大したことない。キリンさんは新しいあれはないのかな？新しい、新しい商品は？あ、一番絞りプレミアムがあれだね。瓶から缶になってるね。グランドキリンも瓶から缶になって。唯一存在するハートランドもね、これ、瓶なんですけど、ハートランドは唯一瓶ですね。まあ、瓶の方が、あれだよね、綺麗だよね。ハートランドもあれ、633cc の大瓶出してくれりゃいいんだけど、出ないからな。うん、特に。新しい。真新しい商品はあんまりないですね。最近発売したんだとあれか。本麒麟と喉越しストロング。あと濃い喉越し。やっぱ札幌がなんか一番あれだね。最近は。ものすごい。いろいろ出してる。まあ、これは、
でも確かにちょっと小麦っぽい味もしないでもないんだけど。まあ基本的には小麦ビールって、やっぱちょっと あっさりしすぎてるのがあるんで。ペールエールのちょっと薄くなったバージョンみたいな立ち位置ですね。まあほとんどコクはないでしょ。甘みは、ちょっと苦い。若干苦めのやつ。香りは立つ。まあ、これ普通ぐらいでいいんじゃない？ 2244 です。あ、じゃあ、2243です。ご視聴ありがとうございました。